文化放送、おはよう、テラちゃん。 今朝のこの時間は鎌倉女子大学教授、医師の木下博勝さんにお話を聞きます。木下先生おはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いいたします。ま,すまずはダウンタウン松本人志さんをめぐる報道についてです、えー。木下先生はお医者さんなんですけど、はい、まずはここから入らせてください。はいえー、いや,いやもう経験者ですからね。よろしくお願いします。はい、はいえー。松本さんは先月二十二日週刊文春の発行元である文藝春秋に対し名誉毀損による合。 5000万円の損害賠償と謝罪広告の掲載などを求めて東京地裁に提訴しましたでその後裁判に関する続報は出ていないのですが木下先生は現状を推察してその推察をインスタグラムに投稿されてますこれはどういう推察ですかはい。まああのー、あくまでこれは僕の体験談なのであ、はい、まあ松本さんがそうなっているという意味ではありませんがまず文春本を受けるとですね、ええ えー、本人の睡眠時間が減ります。<laughs> これはそうなるんです。<laughs> ドーンと来るわけですね。ね来るんですね。えー、つまり日常の業務もちろんありますし、あ<ー>まあ松本さんもどうですかね。急に休めないっていうかまあ交番したからどうかな。えー、あのどうなるかって言いますとね、えー、もう弁護士さんと毎日打ち合わせになるんですよ。えー、どういうことかって言いますと、僕は四回文書から質問状が届いたんですけど、だ、はいたいあの一日以内に。 期限が決められていてああ結構早いんだそうなんですよ。答えてくださいって。まあ10項目以上来るんですよ。ええ、そうするとですね。当時のことをもうよく思い出して、自分なりに答えて、それを弁護士に出すんですよ。はい、そうしますと、この弁護団がマスコミから足をすくわれないように文章を整えて、ええ、それで回答するんですよ。はい、もうそれもですね。大変ですよ。ええ、まあまあまあ、もちろんもう寝る時間なんかないですね。あら でそれがですね僕の場合はまあ2週間ぐらい続いてだいたい平均すると1日の睡眠時間は12時間だったと思うんですね。れそれからあの松本さんもそうですけど記者会見しませんと、はい、今度あのマスコミから事務所にものすごい連絡来るんですよ。えー、もうずっと電話な多分鳴り止まないと思います、えー、今もそうだと思いますけどあとあの仲のいい芸能記者とか番組のディレクターから直接連絡来るんですよ。はい でこれに答えちゃうとまたそこからばーっと広がるので<え>もう観光令が敷かれますし<ー>、えー、僕もそうだったんですがマネージャーさんに、ねまあ、事実を話したいと、はい、証拠もあるから話したいって僕も当時言ったんですよ自分のマネージャーにね。ねそしたらマネージャーからですね今それを話して誰が先生を信じるんですかと<ー>こう言われてただ黙るようにと、はい、これはもう心折れますね。えー いや松本さんも、まあね、事実じゃなかったら頑張ってほしいなと思うんですけど <laughs>、はい、いや厳しいだろうなと思いますね。そうですか、はい さて続いては狂犬病に関するお話です群馬県伊勢崎市で今月7日小学生を含む男女12人が犬に噛まれて怪我をした事件が発生しましたそして今月9日には飼い主がこの犬に狂犬病の予防接種を受けさせていなかったことが分かりました狂犬病予防法では飼い犬の登録と年1回の予防注射が義務付けられていて罰則もあります木下先生 狂犬病これ久々に聞きましたねそうですよね、うん、非常にまあ国内発生少ないですからね私が小さい頃はねやっぱり狂犬病は注意しなきゃって言われてましたけどまあ1950年代頃まではね、はい、あったんですけどね、うんえー、これは人が狂犬病に感染した場合っていうのは治療する方法ってのあるんですかこれね まずあの狂犬病に感染した動物、はい、これに人が噛まれたりですね、ええ、引っかかれたりするとこの唾液に混ざったウイルスが傷口から体内に侵入します、はい、でこれで狂犬病に感染、まあ、必ずするってわけじゃないですけど、うん、感染して発症しますと、ええ、ほぼ100%死亡しますほぼ100%でしたかこれはすごいんですよ、ええ、でこの感染直後であればね、ええ、予防的治療って言って このワクチンを打つことである程度発症を予防できるようですがしかもねこれ潜伏期が1から3ヶ月と非常に長いんですよ。えー、で発症する前に狂犬病ウイルスに感染しているかどうか検査する方法もないんですよ。だからこれ噛まれたら狂犬病のワクチン打つ以外ないんでしょうね。えー さあそれでは今朝のテーマいきましょうこちら寒冷症マシンに注意食器洗いで発症するケースも厳しい寒さが続くと発症する人が増えると言われているのが寒冷症マシンです木下先生寒冷症マシンこれはどういうものなんでしょうかはいえ冷たさや寒さによる刺激これによって発症しますはいまあ、痒みを伴った赤いブツブツや 腫れ、まあ、防臣って言うんですけれども<っ>これが症状として出る病気で、まあ、ジンマシンの一種になります、はい、具体的にはどういう症状が現れるんでしょうかはい寒冷ジンマシンには体の一部だけに刺激が加わってその部位のみに発症する局所性っていうのと全身が冷えることで全身に発症する全身性っていうのがあります、はい、まあ局所性が九十五パーセント以上を占めると考えられていますはい まあこれ寒冷刺激を受けた直後から数十分後にジンマシンが現れます。はいえー、局所性というのは水とか氷体温<ー>、えー、よりも冷たい物質に触れた場所ここに症状が現れますね。全、はい、身性は全身が冷やされることであ<ー>まあ小豆大ぐらいの小さな赤み膨らみが足や手背中やお腹首周りを中心として 全身に広がるっていうのが特徴になります。寒冷、はい、刺激というのは例えばどんな刺激なんでしょうか。はい。まあ、局所性では冷たい水や凍ったものに触れたり、<っ>冷たい風を直接肌に当てたりすることが刺激で発症します。まあ、実際にですね、負荷試験といって冷たいものをこう肌に当てて 出るかかどうか確かめるっていう方法があるんですが、はい、もしこの局所性の場合は冷たたい刺激を与えたところにジンマシンが発症します全、はい、身性ではクーラーの効いた部屋に入るとか<ー>冷たい外気に触れるとか、えー、冷たい飲み物や食べ物を取るフローリングの上を素足で歩くなどで全身の冷えがきっかけとなって発症するんですね。 そういうことは食器を洗っている時に発症することもあるってことですかねあるんですよね<ー>これ食器を洗っていて手が痒くなるとか<え>あと冷たいフローリングに立ってると足の裏が痒くなるとかまあ、突然発症することもあるんですねこれ寒冷ジンマシンと思われる症状がもし出たとするならば病院行ってみてもらった方がいいんでしょうか これ実はほとんどは軽いじんましんですので、まあ、特に治療しなくてもえ時間の経過と,とともに自然に治るんですけれども中には数年続く場合もあります。ですからなかなか症状が治まらないとか再発を繰り返している場合は皮膚科を受診するのがいいと思います。はい こちら寒冷ジンマシンならないためにはどこに気をつければよろしいんでしょうまあこれ原因が寒さや冷たさなのでこれを避けることなんですね、はい、まあ寒い日の外出は手袋をするとかコートを着るなどまあ防寒対策が大事になります、はい、それから冷たい飲み物も注意が必要でえ冷たい飲み物を飲むとですね唇にジンマシンが出たりひどい場合はですね喉の周りにジンマシンが出て 呼吸がしにくくなるということもあるのでらら、ええ、呼吸がしにくくなったらもうすぐ病院に行ったん、ね、ですね、えーはい、今朝は鎌倉女子大学教授医師の木下博勝さんにお話を聞きました木下先生ありがとうございましたどうも失礼します